皆さんこんにちは。引きこもりサワーの時間です。本日は2023年3月31日金曜日でございます。気温は14度といったところでございましょうか。それにしても本日で3月も終わりですね。3月の終わりとともに何か同時に終わるものがありますよね。そういう噂は聞いております。なんだか僕の仲間っていうかライバルっていうかそういうものが活躍しているものが終わるとか終わらないとか、まあまあ終わらないとかって言いましたけれども終わるらしいですよね。じゃあですよ、もしもこの僕の種族のはいライバルやらお仲間さんやらが終わるとしましたら、僕はその後を引き継ごうと思いますよ。僕がその後を引き継がせていただきますよ。ですから僕がエブリデイまだまだ頑張りますから、どうか長い間お疲れ様でございました、そんなことを言わせていただきたいと思います。そしてこれからは僕の時代でよろしくお願いいたします。そんなことを言ったら叩かれますかね。まあまあでも僕はもう少し頑張ろうとは思いますよ。まあどれぐらい頑張れるかは分かりませんけれどもね。今のところ体調も不良することもなく続けていられるのは幸せなことだと思います。じゃあ本日も行きましょうか。引きこもりスアワーでは行きますよ。はい、お夕飯コーナーに、では行きます。僕の昨日のお夕飯は、何でしたっけ。僕の昨日のお夕飯は、そうだな、何だったかな、本当に忘れちゃいましたよ。確かですよ。僕何言おうとしてんだろう。そんなこと忘れちゃうことあります？ついさっきまで覚えていましたのに。この引きこもりスアワーが始まると、まず最初に雑談があるじゃありませんか。それを言っているうちにポンとなんか飛んじゃうんですよね。もう雑談のその何話そうかっていう緊張感から、ですからそういうことになっちゃうのでございます。あ、そうでした、ポテトチップスだと思います。ポテトチップス、はい、それで間違いないと思いますとのことでして、ポテトチップスですよ。皆様は真似なさらないでくださいね。決してそれはもう何度も言わせていただきます。そうなんです、やっぱりポテトチップスばっかりっていうのは良くないなって思います。でも僕はばっかりじゃありませんからね。お夕飯だけなんですよ。お夕飯だけ、朝はお豆腐にトマトジュース、そしてお昼は完璧なるカレーライスというようなことがあって、それでもってのラストはポテトチップスやカップラーメンや、あとはそうですね、何でしょうね、あとはチョコレートとかそういうものだったりするのでございます。ですから朝昼がものすごいもうパーフェクトでございますから、夕方はちょっとおかしなことになっても仕方ないかなっていうようなことなのでございますよ。それだけ僕はパーフェクトな感じで朝昼だけはちゃんとしております。はい、皆様も夕食だけを僕の夕食だけを見てそれを真似しようみたいなことはなりませんようにお願いしますからね。じゃあ行きましょうか。
はい、お便りコーナーに行きますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、ちょっと声が出しづらくてすみませんですか。ラー、なんだかちょっと声が出しづらいです。今日多少ガラガラ声なところありますかね。多少そうなんですよ。ですからちょっと叫ぶことがちょっとできませんのは申し訳がございません。ただただ感謝申し上げておりますとのことでして、本日のそのお一言もどういったことやら、もう見ちゃいたいと思います。じゃん、これはまた難しいな。これもうどうやってご説明しましょうか。もうそうですね、そうだな、ご説明しますよ。とにかくもうどういったものだかわからないもの、はい、これを選んでくださいみたいなことをお願いするような感じでございます。はい、もう今のご説明じゃちっともわかりませんよね。それは思います。知っている僕でさえこれからこの答えを導き出すことは不可能だと思いますもの。でもそれぐらいこれはもう難しいのでございます。漠然としているものをどうやってご説明しようかといったところでございますよ。漠然としてますから、漠然としか説明できませんからね。そうなんですよね、難しいなとのことでして、冒頭はそのどういったものかはわからないもの、これでございます。はい、これをもっと簡単に一言でまとめてくださいませ。そうするとその冒頭の一言はなんとか出るかと思いますよ。そして語尾です。語尾につくのはもうなんて言うんですかね、例えばそうだな、カレーライスを食べるならあれですよ、あ、カレーライスっていう、それはちょっと違いますね。例えばですよ、カラオケで、じゃあ歌ってほしい曲あるみたいなことを言って、それに答えてあげる、そういうことでございます。そういうことで、これ歌ってて、はい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 、今のは比較的うまくご説明できたのじゃございませんかね。はい、そう思いますよ。これ歌ってっていうことです。それを、その行為を何というかということでございますよ。さあ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 、その行為を、はい、ぜひとも一言にまとめてくださいませ。そうしますと冒頭と語尾をくっつけることによって、なんとかお一言が完成するかと思います。それを僕は受けまして、そうですね、やっぱりそういうものがそうですよ、そういうことを言う方がいらっしゃるのでしたら、もっとはっきり言ってほしいなっていうところはありますね。じゃないとわからないですから。一体どういったものがそのおすすめされたのか、そこがわからないんですよ。ですからもうそれはもうはっきりしてほしいっていうことをただただ思うばかりです。でもですよ、これはこの言葉になってパッと見たときに、そうなんです、ちょっとあれ、これなんか聞き覚えあるなみたいな感じになります。はい、歌のタイトルみたいな感じになります。はい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 、そういうことです、そういうことです。
多分サンピアさんはそれをもじられていらっしゃるのではないかなっていうことを僕は予想しております。とのことでして、今のご説明でなんとかなりましたでしょうか。まあまあ難しいとは思いますが、それでも僕は皆様の勘の良さをお便りしたいと思います。もしも本当にビンゴされましたら、ぜひともお便りくださいね。この回は分かったよとか、この回はちょっと難しかったねとか、はい、もうそれで僕はその説明で良かったのか悪かったのかとか、そういうことまで知れますからね。はい、今後の勉強になりますから、ぜひともよろしくお願い申し上げます。とのことでして、いきますよ。サンピアさんよりの一言、それではサンピアさんよりの一言どうぞ。何かのリクエスト。